はい、のっぽさんです。皆さん見ましたか？今月の介護上司プレゼント、お約束した通り、ここにはね、ミストレス、響さんっていうふうな形でね、書かさせていただいております。なんとこの方のね、職業は SM 女王っていう、本当に、なんでこれと介護、情報誌がコラボしたのか、もしくは、介護の業界になぜ、この、ロープパフォーマーであるこの響さんを招いたのかっていうこと、これに関してねすごくね私自身が悩んだっていうことをねこの、2500文字ぐらいかな、に書かせていただいております。でこれでね、YouTube を通じてですけど響さんとですねコラボをさせていただきたいなと思っております。まだね実はね響さんに連絡してないんですけど、勝手に、私の方が言ってるだけなんですけど、本当に見てる以上にっていうか皆さんがイメージを持ってる以上にですね、この方の取り組みはね本当にすごくてですね、献身的っていう言葉が私の中にはピンときたんですけど、ただ単に私のその中学校時代のね本当血気盛んな男の子からしてみれば、あの当時からしてみれば SM 女王って言ったらこれやべえなとか、そんな部分はあったんですけど、ただそのイメージを持ってねお会いしたらね、もう本当に足元救われたっていう感じがありましたね。これはね、全部が全部この人の活動がすげえんだっていうか SM はすごいんだっていう形ではなくて、この響さんっていうこの女性が本当に素晴らしいなっていうふうに私は感じて、本当に縛るっていうことはもう直接的にこの拘束だとかにつながる、もしくは皮膚の剥離、これをっていうふうな感じもねあったんですけど、まずちょっとトライしてみようと、その中で何かが起きるんじゃないかなと思って、取り上げさせていただいて、その前にね私自身が体験させていただいてこれはって思ったので、この12月号にね、載せたわけなんですけど、確かにね難しいんですよね。ただ今回ね、これ載せてもしくは体験してもしくはいろんな人たちから意見を聞いてね分かったことっていうのは、このバクヨガっていうのは実際高齢者にはあんまり向きそうにはない、これはもういろんなね、お言葉をいただいて叱咤激励をいただいて感じたことでもありますし、私自身もすごくそれは、やって分かったことです。これはやって改めて感じたことです。ただこのやることによってですね、意外にですねこれびっくりしたのが、女性スタッフにすごく受けがいいと、響さんの生き方だとかっていうのをね私がわーって話をしたこともあったんですけど、彼女にもう一度会いたいだとか、いつから、それが受けられるのかだとか、もしくは本当に気持ちよかっただとか、それがね20代の女性の方から、上は60代の女性の方までね、これはもう自発的にね私にご意見をいただいてます。いろんな角度から、いろんな視点からね、ご意見をいただきました。叱咤激励をいただきましたけど、やってみないと分かんないっていうことが分かりました。そういった意味でもね、いい悪いの非難は私はもう本当に受ける、それ以上にね称賛っていうことも受ける時がなおさら嬉しいのでね、いろいろ挑戦はしていこうと思う。ただこれね間違えないでいただきたいんですけど、私自身は全部を変えようとは思ってないと、温故知新っていう言葉が私自身が大好きな言葉の一つではあるので、なんて言うんですかね、ちゃんと古きもの、古き良きものを知った上で、その中でそれを残しつつだとか、もしくはそれをしっかりと自分の中で受け入れた上で、いやそれでもやっぱりちょっと変える必要があるんじゃないか、逆にそれを生かすために今少し形を変えた方がいいんじゃないかっていう風な
時に、ぶつかった時に行動を起こしたりとか挑戦だとかいろんな奇抜な発想が生まれてきてます。一概に全部を変えようとは思ってないということを、まあ言い訳がましいですけど私の信念の中にあるということをちょっとこの場を借りてねお借りして、お話をさせていただきたいなと思うんですけど、まあ、ちょっと話を元に戻してね、響さん、2021年必ず早い段階で、YouTube で、共演します。っていうかびっくりしたのがねこの2021年もう YouTube で共演したいコラボしたいという方々から、かなりご連絡をいただいてまして本当に再生回数とかねたかが200とかぐらい、いきゃいいかなっていうところなんですけど本当に、お問い合わせをDM とかね、まあ、Facebook の方から、もしくは LINE の方からいただいております。暑苦しいんでね、なかなか絡みにくいとは思うんですけど、喋ることはバンバン喋りますので、とにかく、皆さんたちが少しでも笑顔になれるように、またバカが何か言っとるなっていう風な、ちょっと、耳だけを貸していただける、まあそんな、番組をね、また作っていきたいなと思いますけど、まずは、取り急ぎ、この響さんと来年早々、必ず、実現いたしますので、またその時には、YouTube の方でもご案内させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それ以外にもですね、コラボ、共演、まあ私の方からもオファーさせていただこうとは思うんですけど、皆さんたちの方からももし、私のとこ来てください。私の事業所、アナウンスしてください。もしくは企業のこういうのをアナウンスしたいんですけどどうしたらいいですかのっぽさん教えてください。いろんな、お話をね、いただきましたら私自身これだと思ったらすぐ動きますんでよろしくお願いします。YouTube をご視聴いただきありがとうございます。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。頑張るバイ。